の政治家。日本維新の会所属の衆議院議員。2021年12月現在、日本維新の会代議士会会長であり、外務委員会理事、沖縄及び、北方問題に関する特別委員会理事、裁判官弾劾裁判所裁判員を務める。東京都文京区千仙田木生まれ。早稲田実業学校中等部、高等部を経て1983年。 早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業。同年、日本工業銀行に入校。1991年に、オックスフォード大学大学院。1992年に、ハーバード大学、ケネディスクール修士課程を修了した。1993年から新日本証券に、1997年から、電源開発に出向。 1999年に日本工業銀行に復帰し、合わせて2001年まで札幌大学で非常勤講師を務めた。2004年3月5日、民主党衆議院議員の佐藤幹授が秘書給与差し疑惑の責任を取り辞職。2005年、民主党の全国公募に応募し、佐藤の後継として愛知県第10区総支部長に就任。愛知県に移り、 同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に愛知10区から出馬したが自由民主党の江崎哲馬に敗れ落選した。2009年8月30日第45回衆議院議員総選挙の愛知10区で自民党の江崎を破り初当選。2011年8月26日菅直人首相が民主党代表辞任を正式に表明。 官の辞任に伴う代表選挙では、馬ぶ住すの推薦人に名を連ねた。2012年6月26日消費税増税法案に賛成票を投じた。同年10月5日、民主党に離党届を提出。民主党は10月30日、常任幹事会を開き、離党届を受理せず除籍処分とすることを決定した。同年10月16日、 みんなの党に入党した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙にみんなの党公認、日本維新の会、新党改革推薦を受けて立候補。民主党は国会議員政策秘書の松尾和也を擁立し、日本未来の党は市宮タイムス社長の高橋はじめを擁立した。自民党現職の江崎が選挙区を制止当選。 野党票は大きく割れるも、杉本は比例党会ブロックで復活し、再選。選挙後、みんなの党副幹事長、政調副会長を経て、党総務委員長、国会対策委員長代理に就任。2014年11月21日、みんなの党に離党届を提出。民主党、みんなの党の両党幹部は、 杉本の民主党副党を検討するも、県連や地元議員らの反対を受ける。11月22日、杉本は、記者会見し無所属での出馬を正式表明した。11月27日、民主党愛知県連は、愛知10区の公認候補を、江南市議の小林博子とする方針を決定。同年12月14日、第47回衆議院議員総選挙で、 愛知十区に無所属で出馬するも落選。2015年9月1日、維新の党から次期衆院選の公認内定を受ける。ところが直後に党が分裂。杉本は維新の党の大阪系議員らが同年10月24日に開催した同党の臨時党大会に出席した。2016年2月9日に大阪維新の会衆院愛知十区支部長就任が 発表され、12月19日に、日本維新の会愛知県総支部、代表代行就任が発表された。2017年10月の、第48回衆議院議員総選挙は、時点で落選した、希望の党の安井美佐子より2万2000票近く、下ったが、 比例東海ブロックの名簿1位に搭載されていたため、日本維新の会が獲得した1議席に選ばれ3、戦を果たした。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙では、小選挙区で辞典となり比例復活で4戦を果たした。ありがとうございます。